せこんなオチだと思ってたけど。春日野さん、久しぶり。さくらでいいってば。いきなりだけど招待状見た？神月さんから確認してくれって言われたんだけど。招待状？うん、最近任務で里出てて今帰ってきたところだから。ああ、じゃあ見てないよね。パーティーがあるんだって。神月さんって前に話してた。パーティー？私も誘われてたんだけど、明日はちょっと用事があって。明日なの？神月さんちの飛行機が迎えに行くから時間は気にしないで平気みたいだよ。自家用機？あ、でも私普通のワンピースしか持ってない。それに神月さんって。いいっていいって、そんなの私もいつも気にしてないよ。じゃあ行くって伝えとくね。春日野さん、さくら？ああ、私神月さんって直接会ったことないんだけど。もうここ広すぎ。飛行場から走るなんて言わなきゃよかった。何者だてめえ。屋根の上なんかこそこそ走りやがって。怪しいし。怪しいのはそっちでしょ。なんでこんなところで鎖とか振り回してるのよ。やつがか？そんな風には全然見えねえよ。私みたいなやつってどういうことよ。うわっ。私の客人に無礼は許さないと何度言ったらわかりますの？神月かりんです。お会いできて光栄ですわ。さくらさんからお噂はかねがね。いぶきです。私も神月さんの話は。お近づきの印に一斉いかが。嘘でしょ。これが一番早く互いを知る手段でしょ。どんな知り方なの。忍びの里から推薦されているだけのことはあります。神月家は外部の忍びを入れぬ習いですが、さくらさんのご友人でもありますし、私のそば近くに勤めることを特別に認めましょう。パーティーじゃなかったの？もちろん、この後のパーティーにもご参加いただきますわ。私の側近として。でもご安心を。契約内容についてはすでに忍びの里へ確認済みですわ。あとはあなたがサインするだけ。なんだ？俺と同じ雇われか。違うし。そういえばさくらさんからお聞きしたところでは、
かっこいい人を探していらっしゃるとか。我が神月のパーティーには格好の良い方が目白押しですわよ。楽しみにしてらして。本当に？嘘。あれからいろいろあったな。たくさんの人に会って、たまには喧嘩もしたりして。なんだと？生意気なんだよ。喧嘩売ってるんすか？何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。ほーんと、いろいろあったけど、でも終わり良ければ全てよし。やっと帰ってこられたんだもんね。あ、サライ？うん、そろそろ着くよ。